こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロ感謝祭で大人が買うべき服ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、すでにですね、11月23日木曜日からスタートしているユニクロの感謝祭なんですが、11月30日木曜日までやっていますので、まあぜひこの機会にですね、皆さんにとってこれは必要だなというものがあったらコツコツと買ってみるのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ僕もですね、このようなセールだとか特別価格だとか、あとはブラックフライデーみたいなものは楽しみにしているんですが、ついつい無駄なものまでも買ってしまいがちなんですね。なので大切なのは、まあ皆さんのライフスタイルをよく考えた上で、これ欲しいと思ってたんだよなというものが安くなっていたら買うっていうのが一番いいかなと思うんですね。まあ、今回僕もですね、数あるユニクロ感謝祭のアイテムの中からですね、厳選して5つをご紹介しますが、まあ、その中でもぜひ皆さんがリアルに想像して使いそうなものだけをですね、ピックアップして揃えていただくのが一番無駄がないかなと思うので、まあ、ぜひ今回の動画参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に皆さんにですね、ユニクロ感謝祭の中で買うべきアイテムをですね、ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目、もうこれは絶対に外すことができないアイテムかなと思うんですが、こちらハイブリッドダウンパーカー 3D カットですね。価格がなんと9990円ということで1万円を切っています。まあ、このですね、お洋服の値上がりが激しいですね、昨今において、まあダウンが9990円で買えるというのは非常にありがたいので、まあぜひチェックしていただきたいなと思います。これは僕もですね、私物として持っているので、着た状態もお見せしながら解説をしていきたいなと思っているんですが、まあ、ユニクロの数あるダウンの中でも最もですね、合わせやすくて大人の男性に似合いやすいのはこちらのダウンだと思っているんですね。まずは丈の長さですね。従来のダウンに比べるとやや長いんですね。お尻がちょっと隠れるぐらいの長さがあるので綺麗めに見えるというところと、表面にですね、ステッチがないんですね。そうすることで、まあ、なるべくこうクリーンですっきりとした見た目が実現できるので、まあ、そのあたりもバランスがいいかなと思います。で、腰にですね、ポケットが2つついていまして、ここにですね、1つのアクセントが加わることで、ただのですね、退屈なダウンにはならないというところで、非常にバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。カラー展開も豊富でですね、全部で6色あるんですけども、個人的に一押ししたいのはですね、僕も持っているですね、ダークグリーン。これもう一択でもいいぐらいですね、非常にいい色だなと思っています。まあ、ダウンも皆さんなんだかんだで1着は持っている方も多いんじゃないのかなと思うんですね。まあ、そういう場合ブラックを持っている方が多くて、その次にネイビーとかそのあたりが多いかなと思います。まあ、ちょっと違った雰囲気のものを買ってみるというところでは、まあ、ダークグリーンというのはすごくですね、気分が変わるような色合いで、深めのグリーンなので意外とですね、合わせ方も難しくありません。僕の動画の中でよくお伝えしているブラック系のパンツとの相性もいいので、これが個人的に一押しですね。続いてダークグレーかな。このあたりもなかなかいい色合いだなと思います。まあ、ブラックにはないですね、深めのカラーなんだけども、トレンドをしっかりと抑えたような深めのダークグレーで、まあ、都会的なシャープさというところも表現できるので、まあ、どちらかですね、ダークグリーンかダークグレーかというところを持っておくと、まず間違いがないかなと思うので、このセール機会にですね、ぜひ皆さんもゲットしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、2点目のアイテムなんですが、こちらですね、ストレッチフリースモックネック T シャツですね。これはですね、非常に便利なアイテムかなと思いまして、価格がですね、1290円になっています。非常に買いやすい価格帯ですね。これもですね、先日買ったばっかりなんですね。買ったばかりのものがセール価格になるというこの切なさみたいなものはですね、まあ、時々味わうことになるんですが、それはそれで仕方がないことでですね、まあこれ定価であっても十分買いやすい価格帯なので、まあこの時期が過ぎてもですね、僕は押していきたいなと思ってるんですが、まあこのモックネック T シャツというのはですね、単体で着ておしゃれに見えるアイテムかというと、そういうわけではないんですね。非常にベーシックなデザインですし、丸首に比べると首の高さがあって、首もですね、ちょっとあったかいですね。普通のタートルネックに比べればそこまで長さがないので、めちゃくちゃあったかいというわけではないんですよ。じゃあこの T シャツをどんな時に使えばいいのかというと、あくまで重ね着目的で
で使うのが一番いいと思います。まあ、具体的なやり方としてはこちらのですねモックネック T シャツ、カラー展開たくさんあるんですが、個人的には00ホワイト、これ一択だと思っていまして、これを着ます。その上にですね丸首のニットを着るんですね。まあ、ユニクロにもいろんな丸首ニットがありますが、まあ、そういったすっきりめの丸首ニットを着るとちょうど首元から白のモックネック部分が見えるんですね。そうすることでレイヤードを楽しむことができるんですね。普通のですね襟型の白 T を着てその上に丸首のニットという見せ方もいいんですが、まあそれだとですね秋にはちょうどいいかなとは思うんですけども、冬だとやや寒かったり季節感をより出したいなという時にはモックネック T シャツとニットの合わせ、これがまた最強なんですね。でモックネックの T シャツの白ってなかなかですね良いものが手に入りづらくて、その中でも安定的にユニクロはこういったものを作ってくれているんですが、フリースモックネック T シャツということで普通のロン T に比べるとちょっと厚手になっているんですね。このあたりも雰囲気良くて、生地が薄いとどうしてもですねへたれ感が出てしまったりだとか、ちょっとヘナヘナっていう感じが出てしまうんですが、やや厚みがあるのでしっかりとですね形が出てくれるのと上品な感じも出せるので、このあたりのバランスもなかなかいいんですね。まあ、僕もですね早速1枚買っていますが、まあ、非常に使いやすくてですね重宝しているアイテムかなと思います。まあ、身長164センチは僕で M サイズでちょうど良かったかなと思うんですね。まあ、ちょっとゆとりを出したいんですが、まあくまでですね重ね着のベースなのであんまり大きすぎてもどうかなというアイテムなので、まあぜひ皆さんも普段のサイズか、まあちょっとゆるさを出すのであればワンサイズ上かぐらいでいいかなと思うので、重ね着のベースとして1枚持っておくと便利かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですねちょっとこれ意外性があるかなと思うんですね。大山さんいつも言ってることと違くないですかっていうですね声も出そうな気もするんですが、今回おすすめしたいのはこちら、フランネルチェックシャツ、かっこレギュラーカラー長袖というアイテムですね。まあ、2色展開でありますが、個人的には07のグレーですね。こちらをお勧めしたいなと思います。価格が1990円ということで、まあ、ちょっと勘弁してよユニクロさんっていうぐらいのですね、破格の価格設定になっています。まあ、僕はですねチェックシャツというものは非常に難しいアイテムだなと思っていまして、まあ、特に30代後半から40代以降の大人男性が着てしまうとですね、まあ、事故る可能性が非常に高いアイテムなんですね。一方でこのようなチェックシャツというのが最近のトレンドアイテムに浮上してきているということも事実なんですね。でこのギリギリのラインを突くというところが、まあ、おしゃれの楽しさでもあるかなと思うので、まあ、セール価格になっている今だからこそこういったものにトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、特にユニクロのチェックシャツって結構事故りやすいものが多かったりするんですね。まあ、先日のユニクロ U のチェックシャツ、ちょっとグリーンマジーのものなんかは非常に良かったんですが、そういったこうおしゃれが好きな人が見てもこのチェックがあっておじさん見えしないしなんかいいよねってものは少ないんですよ。ただこちらのですねフラネルチェックシャツに関しては、まあ、ブラックとグレーの2色のですねグラデーションのような雰囲気で作られていて、いわゆるチェックの中でもオンブレチェックと呼ばれるようなちょっとこう色ににじみ感があるようなチェック柄になってるんですね。まあ、このあたりもトレンド感をしっかりと抑えたようなチェック柄になっています。でチェックの柄自体もですね結構細かめではなくて少し大柄になっていて、色もごちゃごちゃしてないんですね。もう2色のみで潔くモノトーンで構成されてるので、これはですね結構かっこいいと思いました。まあ、元々ですねちょっと気になってはいたんですが、まあ、チェック柄のシャツいつも僕の中ではおすすめしてないっていう形で言ってるので、突然動画の中で出すのもどうかなということで、まあ、ちょっとご紹介してなかったんですが、まあ、今回ユニクロ感謝祭ということで価格も抑え気味になっているので、まあ、こういった時にちょっとこう冒険してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。でサイズなんですが、これですねちょっと大きめを着た方が様になるかなと思います。いわゆる休日のパパとかおじさん感が出てしまうサイズ感っていうのはジャストサイズだったりするので、少しゆるさを出した方が良くて、まあ、身長164センチの僕であれば M もしくはもう L にしてもいいかなというぐらいなんですね。少し緩めに着ることで、あ、トレンド感を抑えたチェック柄のシャツなんだなというところが、まあ、伝わりやすくなってくるかなと思うので、まあ、サイズ選びには要注意というところで、皆さんにもですねチェックをしていただきたいと思います。
ただきたいなと思ってるんですが、まあ、着方としては例えば先ほどの白のモックネック T シャツと重ね着をするみたいなものもいいと思いますし、僕はですね主にこの上にですねアウターを着るときに使うことが多いかなと思います。例えばチェスターコートだとかステンカラーコートのようなロング丈のコートですね、コートはきれいめなんだけどもその内側に対してこのようなチェック柄のシャツを入れることで、まあ、いわゆるこうきれいめとカジュアルのバランスが取れるというところで非常にバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ぜひ単体で着るのもいいんですが少し緩めのサイズ感で重ね着を楽しむというところですね。まあ、ダウンにも合わなくはないんですが個人的にはダウンがカジュアルなアイテムでチェックシャツもカジュアルなアイテムというところでこの2つが合わさってしまうとちょっとカジュアル見えしすぎてしまうかなと思うので、まあ、ロング丈のチェスターコートだとかステンカラーコートと、まあ、ぜひこのようなチェックシャツめちゃくちゃ相性がいいので皆さんも合わせていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですがこちらですね、ファーリーフリースフルジップジャケットかっこ長袖になります。まあ、このアイテムに関しても去年も一昨年も皆さんにご紹介しているので、まあ、すでに知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これはですね実はさっきまで着てましたね。部屋着として僕はですね事務所とあとは自宅それぞれ1枚ずつ持っていまして、かなりの頻度で着ているような非常に使い勝手のいいアイテムですね。まあ、正直これがおしゃれ着かといったらそんなことはないと思います。これを着て外に出るようなことは正直ないんですね。まあ、あくまでこう郵便受けまでちょっと行くぐらいな時には着るんですが、まあ、それ以外の時には着ることはないんですけども、部屋着としてはもう最高なんですね。ファーリーフリースということでちょっと毛足の長いフリースになっていて手触りが最高にいいんですね。もう T シャツの上にそのまま着ちゃうことが僕は多かったりするんですが、もう肌触りがめちゃくちゃいいし暖かいんですよ。本当にですねこれ1枚着ておけば暖房いらないんじゃないのかなというぐらいですね暖かい。ちょっと誇張しすぎたかもしれないですが、まあ、それぐらいの感覚を持つぐらいですね暖かいアイテムなんですね。で首元もスタンドカラーになっていまして、このあたりもしっかりとですね首元暖かいですし、まあトレンド的と言いますかスタンドカラーのアイテムで僕はもともとあんまり好きじゃなかったんですね。まあ、これを購入した2年ぐらい前まではそこまでスタンドカラーのアイテムって多くはなかったんですが、まあ、あれから2年経って結構いろんなアイテムの中でスタンドカラー増えてきたので、その文脈で言うとちょっと今っぽく感じるようなデザインでもあるので、まあ、なおさらいいんじゃないのかなと思います。まあ、カラー展開豊富なんですね。まあ、どれを選ぶのかは人それぞれですね。で個人的にはダークグレーですね、これが好きで2着ともダークグレーを着てきました。まあ、都会的でシャープな色合いでブラックほど重たくはないのですごく使い勝手がいいんですね。たださすがに僕も2年着たのでそろそろ買い替えたいなと思ってまして、次はどの色がいいかなと思ってるんですけど、個人的にはまあ王道のですねブラックではなくてネイビーにしようかなと思います。まあ、元々ネイビーというカラーがすごく好きで自分のテーマカラーでもありますし、重たくなりすぎない色合いででもシャープに見えるのでやぼったくは見えないというところで今季はネイビー買いたいなと思います。まあ、1990円で買えるので僕はちょっとこれは事務所用と自宅用2着買いたいなと思っていますので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあ、重ね着とかすればちょっと色々外着になりそうな気もするんですが、これも思い切って部屋着として使うことをですね皆さんにお勧めしたいのでよかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですねこれもですね僕私物として2つ持ってるので皆さんにお勧めしやすいアイテムなんですが、ユニクロ U のワイドフィットパラシュートカーゴパンツですね。こちらが2990円ということで、これまたですね、まあ、僕も自分でブランドやっていますがこんな価格で出さないでよと思うぐらいですね破格の値付けになってるかなと思います。まあ今までご紹介してきたアイテムの中では少しエッジが効いてるんですね。ユニクロ U のアイテムということでパラシュートカーゴパンツ、少しですねサイズ感もゆとりがありまして、サイドにはですねポケットが大ぶりなものがついていて、裾はですね紐で絞れるような仕様になっているようなボトムスになっています。僕はですねこちらのブラックとあとはオリーブの2色を持っているんですが非常に使いやすいですね。まあ今っぽいゆとりのあるシルエットなんですが、裾をですねキュッと締めることができるのである程度ですねこうテーパードの効いたシルエットもちょっと作ることができるんですね。まあ、ミリタリーを彷彿とするようなアイテム
なので割とカジュアルな見え方になるので、まああえてですね、きれいめなコートですね、ロング丈のコートとかに合わせると結構バランスがいいような、そんなアイテムになってるかなと思います。まあ、どのカラーも良くてすごく使い勝手がいいんですね。まあ、最近ですね、結構おしゃれが好きな方の間ではカーゴパンツのような少し太めのボトムス、トレンドというかですね、使ってる方非常に多いんですが、まあ、このようなものをですね、2990円で買えるというのはとてもいい機会だと思います。まあ、トレンドアイテムって正直ですね、自分に必ずフィットするかどうかってわからないじゃないですか。特に使ったことがないアイテムだからこそ、トレンドアイテムって買ったけど着ないってことも起きる可能性があるんですね。まあ、そんな時こそセール価格で買ってちょっとトライをしてみるというのはすごくいい選択肢かなと思ってます。まあ、ウエストもゴムになっているので快適ですし、このあたりの着脱のしやすさも含めてかなり使い勝手がいいんですね。まあ、特に冬のちょっときれいめなアウターとの相性が良かったりするので、まあ、ぜひ皆さんまず1本買うんだったら僕はブラックとかがいいと思うんですが、やはりですね、王道感あるのはオリーブだと思うんですね。まあ、このようなミリタリーっぽいアイテムというのはオリーブがドンズバのカラーなんですけども、なんかやぼったく見えないような、品のあるような絶妙なカラーリングにやっぱりしてあるんですね。そのあたりはユニクロ U らしいアプローチと色使いになっているかなと思うので、これも名作だと思います。まあ、2990円で買えるのであれば、まあ間違いがない選択肢かなと思うので、ブラックはオリーブでぜひ皆さんもこの機会にですね、ゲットしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では11月23日木曜日から11月30日木曜日まで行われているユニクロ感謝祭ですね、この中で値下げしているものいろいろとあるんですね。ですが僕もですね、何度も何度もチェックしましたが、間違いなくこの5点ですね、ここら辺は持っておいてまず間違いがないかなと思いますし、感謝祭が終わって通常価格になっても何ら迷うことなく皆さんにお勧めできるような名品だと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、この機会にライフスタイルに合うのであればゲットしていただければなと思っています。まあ、僕自身もですね、持ってるものが多かったりするんですが、この機会にですね、フリースですね、これはもうちょっと入れ替えをしたいなと思うので、まあ、ネイビーをですね、この後ダッシュでユニクロに行ってですね、買い揃えていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはちょっと通なですね、専門ブランドなんかに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っているんですね。まあ、そちらの方で皆さんからいただいたご質問にバンバンお答えしています。で、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースで最速でですね、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っています。僕もほぼ毎日ですね、記事をアップしていますし、僕以外の専門家スタイリストもですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、まあ、気軽に楽しめるようなコミュニティになってますので、よかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。